新学期恒例の委員会決め、楽なやつがいいなと思ってたら、あ、天音さんは？堂々としてるとかリーダーっぽいとか言われ、学級委員に推薦されてしまった。意義あり。ミッキー嫌がってるじゃない。無理やりは良くないわ。天音が男子の学級委員を指名できるってのはどうだ。じゃあ猫だ。この際委員会なんて何でもいい。猫田のことを知るために一緒の委員会になる。超明暗。直球で言わないと分かんないみたいだから、この際言うわ。ムカつくの。春菜は猫をかぶっていた。みんなに推薦されて学級委員になりたかったんだって。自分より目立つ子は気に食わないとか出しゃばるなとか言われてもな。知るかよ。そんなこと言っていいの。今日からハブにするわよ。好きにすれば。